撮りました。はい、皆さんこんにちは、ケンケンです。はい、今回は見てください、これ見てください、シークレットポイントです。報告があります、皆さん。報告、今日見て分かる通りこれニュースポンサーつきました。あのブーシュアイウェアっていうね、ハンドメイドで作ってるやつなんで、皆さん軽いしめっちゃかっこいいね。まあインスタにも上げてます。俺のインスタにも上げてるんで皆さんチェックしてください。はい。で今日は2時間半ぐらいパッと入って、まあなんかリサーフィンできたらいいかな。はい。まあ今日の人の数は20人おるかおらへんかぐらい。緊急事態宣言出てるんでね、大阪から来る人もね、ちょっと出てます。コロナちゃんと守ってきてくださいって感じで入っていきたいと思います。はい。はい。というわけでね、皆さんにねちょっと報告があります。報告があります。重大発表よ。重大発表です、これ。いやね、イクミに来た際はね、はい、最近若者の子で、はい、ゴミを捨てる人がおるんですよ。うわ、それなんすか、マジマジで。で、まあ、ここ見てください。ここ見てください。見上がれ、片手に一つ、誰でもできるビーチクリーンにご協力を。一人で仲間内でも平日でもいつでもできるビーチクリーン実証中。皆さんね、あのイクミのこの階段のところ各自にこういう家具があるんで、はい、まあゴミ見た際、上がった際ここに入れてください。こうやって入れてください、こうね、ゴミをね、今入れました。さっきのどん兵衛を入れましたね、皆さんここに入れて、ちょっと海をきれいにしようっていうね、気持ちを持ってください。はい、これ捨てましょう。はい、捨てましょう。お願いします。最後にありがとうございましたみたいな。ありがとうございました、バイ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 。